はい、皆さんチェーズはい、というわけでね、今回は特別ゲストとしてソータくんに来てもらってます。ここに手出してください。はい緊張しなくて大丈夫だよ、楽しんでいこう。喋んないとよろしくって。よろしくー、ウィエーイ、はいはい、あのゲストもうるさいねはい、というわけでね、じゃあ早速10体の目で勝ち抜き戦ということで早速出していきます。はい、せーの、じゃん。いきなりだねいきなりだね俺大丈夫かな、ちょっと心配だね。いきなり感じ。シーツアンコー。おー強い、すげー、やばい秒殺なんだけど。ガメラ秒殺か、すごいね。やばい、俺あいつに絶対負けるんですよ。俺こいつでちょっと稼ごうかなってめっちゃ思ってたんだけど、すげー積むんすよ、あいつって。あいつ5体くらい持ってかれてる。やったね、そうだ。じゃあこいつでいきます。リアバッシャっていうリアバ君言うねん、ボコボコしちゃってる。大丈夫、10体のうちまだいったら。いきます、3、2、1、ゴー。うまいあ、どこ行くのありがとう。危な、スリーロック。1体こっちじゃない、これ。大丈夫、俺もナイトミアいるから本当だけねえ大丈夫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 。はい、ゴッドバルキリー覚醒バリアブルで。やばい、今のところストレートなんだけど、いきます。3、2、1、ゴー。どうだ、うわ出ない、ゼロ出ないないやでもダメージは与えたけど、時給がお互いに、うん、お互いないね。おおっしゃおーしよし、やさとこれ置いてで、次ね、それがおっ、カメラの前でこうさ、後ろと前を自分のカスタマイズを。そうこんなカスタマイズですよ、俺は。いや、さっきからずっとゴリゴリなやつがばっか来るんだけど、大丈夫か。ゴリゴリのやつしかいないもんだ。マジか3、2、1、ゴー。どこ行った？大人げない。あった。大人げないとこじゃないから。あれ？下下下。あ、これ？はい。やばしてない。あなたが落としたのはこの金のみたいな。金のジグ。あ、ジグ。でも銀のジグ。いやね、お。いいね、ゴッドバルキリー。ゴッドバルキリー同士。いや、俺もね、ちっちゃい頃ね。ガキだった頃ね、遊んでもらったけど、手加減されるほど腹立つことないだろ。まあ、1、2、1、5。おー、いけ！あと1回でかいの当たってほしい。タワーは痛いな。おー、バルキリー同士で負ける。うわー、強い。でもバリアブルダメージつけてるの？そうだよ。アタッカーで、そう、じゃあそこで俺今3体だよね。そうだけど2体やる。ロンギヌス、うわ、うわ、青いやつだよ。いくぜ、はい、3、2、1、ゴー。おーおー、下手くそ、ほんとな、下手くそな。そっちは2体だよね、まだ。うん、まだ2体。俺2倍なんだけど楽勝だね、そうだけどね。楽勝だぜ、君。楽勝だぜはい、ドレインファブにいるポリッシュオービット、メイン出てきましたドレインファブにここで勝っとかないとまずいんだよ。3、2、1、ゴー。おっと、失敗失敗ごめんね、うちの子がね、うん、あ、なしなし、今もう一回やっていいんだよ、今、うん、シュートミスは点入らないんで。普通は点入ったんだよ。じゃあ2回やると1点。3、2、1、ゴー。おー、安定してきた。さあ、どうなるか。戻っていかないと無理だな。一応ね、チップを買いまくってね、ドライバーも買いまくって、ロックはバリ方にしてあります。
大人げないかもしれないけど、このパブに入れたそれはつまらねえ。ちょっと見えない。スピンフィニッシュ。行かない行かない。お父さんうずうずしそうですね。オレンジ、おぉ、めっちゃ変えてくる。めっちゃ変えてくるスタイル。3、2、1、5。まさかの、まさかの、おぉ、まさかの、びっくりだよね。俺が一番びっくりだわ。まさかのエアリアルラッシュしてくるとは思ってなかったよ。びっくりしてる今。だからここに Y1 入ってるからさ。危ねえ、3ロックだったよ。ソータくん Y1 入ってるのかなと思ってた。危ねえ。あと一撃で死んでたよ。お、シルタレグルチュ、レグルチュ。3、2、1、5。シュート力は1261。かすい、かすい。どのパブに何使ったの。いやいやだ、全力で行かなきゃね。全力で行かなきゃね。このパブに俺も綺麗だから、次からできちゃった方がいい。ラグナルクだな。なっ、なっ。何ぬれの。もうそうだけどさ、もう全力で回せないもん。来やがったな、俺の苦手な相手。パブにいるに俺が一応勝つのはワイバーンだから。そう、3、2、1、5。いけ、続ければ勝てる。それなんだよ、ドレインできないんだよこいつ。レイヤー自体が回るから引っかかれない。あ、もうあとここまで来てもシュート力も盛りだな。まあ、そこは大人が有利かもな。いやー、ついてきてるけど、けど、いやー、とりあえず言えるのは地味。地味だね。おっしゃ。僅差だったね。ギリギリ。お、俺がこれ斜めでしょ。そう、斜め。噂の斜めしろ。そうだね。3、2、1、5。の同時ってか、うちを壊さないでいただきましょうか。今のやばいね。うん、同時かっこよかったね。かっこよかった。だって相当強くしたもんこれ。そう、そうだけどこれ喜んでて、うん、ジーク倒すからそれ。あれ大丈夫、壊れてない。 OK OK。 3、2、1、5。おっ、危ない危ない。いやさあ、どうだ。今5体やられてる。あ、違う、ワイバーンもやられてるから6体か。お、シェルターもやられてるのか。あと3体か。お、あ、ごめんね。おじゃね。おじゃね、早くやれ。いきます、3、2、1、5。おっと、負け。いやいや、いや厳しいな、俺。はい、行きます、3、2、1、5。あっ、これはオーバーです。待って、誰寒くないですか。大丈夫、寒かったらこれ。いや大丈夫、寒かったらカズキが温めてくれる。俺は5歳ね。しらけた、しらけた、しらけたよ。そこ、そこはどうでもいいんだよ。毒主、しらけたよ。お、出たぞ、ほら、持ち悪いやつ。気持ち悪くね、ほぼ全方だよ。倒してやる、倒してやる、倒してやる。おっしゃ、かかってこい。はい、3、2、1、5。もうラグナロクか、いいんじゃないか。どうだろう、ドライガーも地味な時給あったんだ。そう。おかしいんだよな、時給があるのかな。バランスだからね、うん。さあ、どうなるか。こっからまたポコッと行ってくれれば嬉しいんだけどね。行っていくか、ラグナロクがカウンターでポコッと行くからな。お、おっと、ぐらついているんじゃないか。そのぐらつきが悪いね。お、
同点だね。そしたら6。そうだね、6は。ワン。ワン。あ。同時になった時は、6の外れで決まるんですよ。3、2、1、ゴー。当たれ。おー、どっちだ、今の。今のどっちだ。完全にはでも、外れた音はしたね。カチンって。2回外れてた。どっちかが。どっちか2、6。おっ、うわー、俺かー、俺かー、やったね。やっぱラグナルク俺最強説あると思うんだよね。あ、ラグナルクは万能だよ。そうだね、やっぱラグナルクは使いなって、うん、ほんとおすすめ。6、カオス、ディープな、ディープズーープカオス。意外と時給あるから。1344。遠くが少ないな。遠くが少ないな。真剣にそうたくん見守ってあげてるもん。まあね。次3枚してるもん。マジか、負ける気満々か。おお、嘘だろ。嘘だろ。どうしよう、ラグナルクの攻略、俺バカ、まだできてないんですよ。また同点じゃん。おー、早いな。また同点じゃん。そんな時はこれだ。フジークエクスカリバー。せこいってきてやる。せこくね。せこくね、なんならトントン。せこいぞって。いくぜ、3、2、1、ゴー。よし。手加減しないぜ。2、6。そうか、また2体か。お、これはいい勝負になりそう。金流バージョンのロストロミノス。いくよ、3、おお、まさかのポロリ。、うん、プロだね。3、2、1、ゴー。うわっ、うわ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 、おー、今のはソータくんだな。え、嘘、今のはソータくんだ。嘘やろ。マジで、マジで、マジで。だってもう出る頃にはバーストしてたべ。ほーん、ほーん、あとがないんだけど。じゃあ、じゃん。おぉ、ナイトメアロンビナス。つけてやれ、つけてやれ。偽物だって。俺の人間ですよ、本物だって。ちょっと待って、ちょっと時間かかります。こいつ下手くそなんだよ。早くしろよ。待ってね、オッケーオッケー。3、2、1、ゴー。おー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 、カーチェスじゃないんだからさ。そいつリブート持ち。俺の、俺のはあのなんだっけ、プラネットだから。あ、違う違う、あ、青色見やすいな。いや、違う、リブートこいつ。オーマイゴー、オーマイゴー。おっと、後がない。あと1体。うん、なんだと思う。射精は違う。ゼウスか。メインのゼウス。期待しててくれたのに、今。動画で見てるから期待しててくれたのに。それは20点か10点ポイントマッチの時だな。そうだね。3、2、1、ゴー。うわうわ、おお、痛い。あー、ポロリしないと。こいつも実はロック固くしてあります。超固いから。気持ち悪いがなってるな。違法改造じゃないから。違法改造じゃないけど、もう意外と耐えるね。お、お、はい、反応遅れちゃったよ。さあ、まあ椅子にな、椅子ラスト1体ずつだ。あ、そう、ソータくんもラスト見てた。ソータくん、おっと、安らぐ。おっと、まさかのアトミック。アトミック同士。3、2、1、ゴー。ここにいるの引きづらい。さあ、どうなるか。ベイチューバーかベイブレーダーか、どっちかな。
お、いやー、グラフィてるな。おっしゃガチな喜び。いや、みんなして驚けないって言うんだからはい、そうだけど良かったですよね。いい感じだって。そう、だって俺、あと1個まで追い詰められたからね。ガチデッキでな俺結構ガチデッキやってたはい、というわけでね、今回ソーダ君とバトルしてきました。10体のベイでね、まあ楽しくできたかなと思います。まあ次はね、パパさん出てくると思いますんで、皆さんお楽しみにしていてください。それでは、以上。どうしようぜ。お父さん慌てすぎてどうなります。